おはようございます。TZ48 代表の桂田玄太郎です。こちらのライブご覧の皆様は7月21日朝6時10分を少々回りました。それから YouTubeTZ48 現チャンネルをご覧の皆様は 同じく7月21日午前中ですこちらのライブを一度動画保存してからのスマホからアップロードという手順になりますので YouTube は時差が生まれます TZ48 は視力障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体ですいつも応援ありがとうございますあざっすでございますはいもうご存知ですねただの 全毛のおさん TZO でございますただの全盲のおっさん私桂田源太郎が48歳の時に設立した団体それが TZO48 でございますはいそんな TZO48 を応援いただきたい見守っていただきたいという気持ちを込めて Facebook の中に「ファンクラブ」「トマーク t z o 4 8という非公開グループを設置しておりますはいこちらのグループただいま416名の皆様に お集まりいただいております。はい。ご加入無料でございます。はい、加入というボタンを押していただくだけのワンステップ完了でございますので、えー、どしどし、えー、お友達をお誘いいただくだとか、入っていただくだとか、お願いいたします。えー、はい。えー、それからですね、えー、こちらの朝礼ご覧の皆様。うん スポンサー様のお名前の下、えー、URL が6行ございますこちらの URL はお友達が出版している電子書籍紙書籍のダウンロードご購入 URL でございますとても素敵なご本となっておりますのでご一読いただければという風に思いますはいそしてそしてその下ファンクラブアットマーク TZO48 の会員の皆さんの活動ということで 1>, はい、1つ目、はい、僕たち視力障害者が歩く時に必要不可欠な白い杖白杖、えー、その白杖を、えー、スタイリッシュに持ち運ぶためのポーチ白杖ポーチを作ってくださっている会社の URL ご紹介そしてその下自閉症啓発をテーマに、えー、ブルーカラー青色のグッズを作ってくださっている会社の URL ご紹介です。はい とても素敵な活動ですので、えー、僕も応援していきたいと思いますし皆さんにも応援をお願いしたいと思いますさあさあこんな風に皆さんもこちらの朝礼の画面でご自身の活動 PR してみませんか桂田源太郎にメールメッセンジャー LINE などなどでドシドシ「どし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 ガシャ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 ワッシャワシャ」と、えー、お届けいただけましたら掲載させていただきますよ。 月曜から金曜朝6時10分から配信の、えー、桂田源太郎の朝礼はい桂田源太郎が、えー、体調不良でない限り寝坊をしない限りそしてそして一番心配な二日酔いでない限りは月曜から金曜6時10分に配信していますよ、えー、こちらの朝礼で皆さんの活動を PR していきたいと思いますはいよろしくご活用ください、えー、もうご遠慮なくおっしゃってくださいねはい で、あの、<laughs> ついでに、ど、どうでもいい話しましょうか。言ったことないから。えー、これ、あの、朝礼のスポンサー様のお名前っていうのあるじゃないですか。これね、あの、別に、あの、桂田源太郎に何か、えっ、ー、と、出資したとかね、あの、いえ、あの、なんぼかお金を寄付した、したとかだけじゃないんですよ。例えば、 えー、ビ,ビール1貫飲ませてくれたとかねはいそんなんで結構ですねあの名前載っけます「俺の名前は?」とか言ってください「お前のこと助けたやん!」とか言って言ってくださいはいあの <laughs> みんな、えー、と僕のことを支えてくださっている方は、えー、スポンサーです、えー、果物くれた方とかねあのそんな方も載っけてますあのライブ配信する時に ビール飲みなーって言ってビール卓球瓶で送ってくれた人とかいるんですよ。これあの歌,歌,歌うライブやってたんでねあのまた今度やりたいですけども、えー、歌を歌いながらなんかペラペラ喋るライブやった時にあのライブの時に「これ飲んで」って言って卓球瓶超ねあのコロナの、ねえー、何緊急事態宣言であの外出とかみんなできない時期にずっとライブやってたんですよ歌を歌うライブをね。えー、で その加減で、あのー、どうぞどうぞって言ってビールくださった方とかも名前っけます、はい、<laughs> それから <laughs>、はいえー、ファンクラブアットマーク TZ48 にお集まりの皆様はご自身の活動をご自身の手で、えー、動画 URL、えー、写真などなどを、えー、添付して掲載することができます合わせてご活用ください 澤光さんおはようございます青山さんおはようございますかおるさんおはようございますあ青山さん曇りですかおはようございますはい花ちゃんおはようございますとくいさん熱、ね、いですねたたにさんおはようございますとんでもないですあとんでもないです ね、あのー、火曜日火曜日のねライブ配信をちょっとんー僕操作ミスしましてね、えー、ファンクラブの方に、えー、こっちややこしいですけどねこっち TZO48 というページなんですよで「ファンクラブ」t z 4っていうのはグループなんですよでグループの中に限定して配信しちゃったんですねでそうするとなんかねあのコメントの反映がなんかおかしかったみたいで えっと僕のとこにコメントが来なかったんですよいっぱい書いてくださってたのにであの昨日それを見つけましたので、えー、できるだけ皆様に、えー、お返事をと思って書かせていただきましたあ川上さんおはようございますえ今日は通知来た 来てない今日どんな感じですか皆さん教えてくださいよ通知来ました通知来たでとか来てないでとか教えてくださいねえーっとそれではえー、っとととと今日の「 話題いきましょうか。暑いしね。はい。またこんなん見つけてきました。タッパーにぶち込んで電子レンジでやるだけ。やっつけるだけ。顔漫画やって。顔。 カオマンガイってどこの飯タイ。名前タイっぽいね。あ、サ川さん通知来ました。ありがとう。こ、なになに来てないです。トタニーさんは来てないです。アサイさんおはようございます。 来なくても参加できる方法があるんや。おぉ、沢子さんの通知きた。顔漫画。これ、これちょっとアレンジして、あの、花ちゃんちのアクセシブルキッチンでやりましょうよ。こう、ほんまにできるんかこれ。生米から行くらしいっすよ、花ちゃん。すげえわ。 行くのほんまにうんタイ,やタイっぽいよな顔漫画いってなんかな響きがこれなんかよう似たなんか雰囲気のやつこの間もやったよねこの間はなんかフライパンでやるやつ 台湾かル、ルーロー飯かなんかちょっと前にやったよね。はい。一人、一人前から二人前。米一合。と、といどいてね。といでおいてね。水に、水、水、水 200cc だけで行くの。そうやろてか。 花ちゃんさ、キッチン熱くて立つの嫌なのよって言うんやったら、今、今、だって、アクセシブルキッチンさんで30作品ぐらいあるやろこれ、ループさしたら、あれちゃうん。もう、別に、あの、ご主人様にも文句言われへんやろ。ぐるぐる回しといたいんじゃん。30、三十作品。あ、スイーツもあったか。あ、今日スイーツだけやねん。ははは。 今日晩ご飯スイーツのみ。三十日持ちますからね。そうすると。はなちゃんとこの。二十九。三十いったかな。ね。ほんで皮万が一。えっと米一合水二百 c. C.。えーと 鶏ガラスープ1一大さじ1一でごま油大さじ1一あちょっと待ってねあこれ A っていう調味料 A っていう調味料が鶏ガラスープ大さじ1一ごま油大さじ1一酒大さじ1 えー、白ネギのうん長ネギの青い部分1本あこれ長ネギはちょっとそこまでは A じゃないごめん鮭とごま油と鶏ガラスープ大さじ1/2えー、ごま油大さじ1/2え酒、ー、大さじ1こいつが、えー、A っていう調味料ですでそれと別に長ネギの青い部分 一本。と、えー、もも肉一枚。で、味噌だれがあります。味噌だれの材料、ビ、ビールって書いてある。はい。えー、長ネギの白い部分、一本分。醤油大さじ1酢大さじ1、えー、砂糖大さじ二分の1、えー、オイスターソース大さじ二分の1ごま油小さじ1味噌小さじ1 えー、おろしにんにく、これチューブのことやるの。3センチメートルって書いてます。はい。鷹の爪、お好みで。俺は絶対入れる。鷹の爪、えー、輪切り、みじん切りにしたやつ、1本分。種、種を取ってね。これ売ってるもんね。あの、みじん切りになったやつね。えー、レモン汁、お好みで1、8分の1、1個分。1 8分の1個分。レモン汁。これもポッカレモンとかでよろしかろう。 はい、米は 200cc の水で浸水させといてねってやっぱ電子レンジでやるから案外あの浸水しっかりしてないと炊くあの調理する1時間前とかにまあでもこれ浸水ってでも普通の炊飯器でお米炊く時とかでもやるよねね顔が漫画界ってなんか面白いこと言ってる トトニさんはーい1ヶ月持つやろ花ちゃんいやんなあのごご主人に「今日の晩ご飯はスイーツだけです」って言ってなんかほらチョコチョコケーキじゃな,いなんかやってたやんケーキと和菓子もやってたやろ「今日は和菓子だけですお茶と一緒にどうぞー言って」言うて冷たい麦茶とね一緒にはいでこれ え浸水させときますででさっきの「A」っていうやつを、えー、浸水した米タッパーに「A」っていう調味料入れるえー、っと鶏ガラスープとごま油とえー、っと何やった鶏ガラスープとごま油となんたら <laughs> ちょっと思い出さねいちょっと待ってね 戻るわ酒そう鶏ガラスープと酒と,とごま油 A っていう調味料入れてよく混ぜるで長ネギと長ネギと長ネギのないっけ青い部分やったかなこっちは入れてもも肉のっけてチン 何分チン 500W で6分はいチンしますで加熱してる間味噌だれの材料なんか長ネギの白い部分1本分とーっていうやつねえっとーもう覚えてへんごめんえー、B 味噌だれの材料を、えー、混ぜて味噌だれ作っといてねただ で、加熱し終わったら一旦六6分終わったら鶏を取って一旦取ってでわっさーって米混ぜる混ぜて鶏肉入れてでもう一回今度何分 ?200W?200W ってうちないわ切り替え。 200W で7分って 200W がないということはこれ500なんか計算式あったよねなんか 500W が 500W しか出ない時に 600W でって言われたらかける 1. 何倍とか,なんか分数で伸ばしていくやり方あったよねちょっとパッと思い出されへん新山さんおはようございます <laughs> はなちゃんはなちゃん笑って言うてくれてる 2 0 0トで7分っていうのがちょっと気になんねんけど2 0 0トがない人はちょっともうちょっと500とか600やったら短めでいいんでしょうね。ならでそれで,でそのまましばらく蒸らすんですってあ余熱で蒸らす時間があるから。 これ案外ちょっと自由度高いかも。2 0 0ト7分って2 0 0トがうちのレンジありませんって言った時は、なんかちょっと適当に様子見ながら。で、蓋をして、5分から8分、蒸らしてくださいねって。で、蒸らした後に、えー、鶏肉、大きいまま入れてるんで、それ取り出して、食べやすい大きさに切って、 で味噌だれかけてその炊き上がったご飯と一緒に食すみたいなはい電子レンジで顔まんがいですってはーいすげえなあカルピスソーダのかあ通知なかった どううしたもんだろうな、通知ある,あるっていう人とないっていう人とおんねんなどうしたもんやろうこれってえー、電子レンジでできる、えー、クソ熱いから電子レンジでやろう顔まんがいを <laughs> お,お届けしましたーはーいうんあミニーちゃんおはようございます えーっとですね今日は電子レンジで作ろう顔漫画がいをえご紹介しましたといったところでえー今度またあのーこないだは失敗したから。 えと突然言うけど今度 BGM かけずに著作権に引っ,から引っかからない方法で、えー、とうどん打つとかあのなんか料理するとかの配信もするねまたまた応援してくださいねはいえー、といったところで皆さまの今ちょっとふと思いつきで言いましたが皆様のお名前をサロさん 青山さんかおるさん徳田寺さん戸谷さん川上さん浅井さん、えー あと、新山さんええー、川上さん,読んお読みしましたよねあでねミニーちゃん大丈夫かなへえパイナップル味のカルピスソース美味しいんやへえ戸谷さんも美味しいってへえセブンイレブンのオリジナル セブ入れにあるっていうやつかなうど,うどんうどん売ってから最後に弾き語りで歌ってやったへえありがとうかしこまはいえー、っとそんなところで、えー、うどんのライブまたやりたいと思いますはいえー、今日はね実は楽しみなことがあって昨日ね あのー、また麺売ったんですよライ,ブライブすりゃよかったですけど麺今売ったというか熟成させてるんで生地をで昨日は何したかっていうとね寒水っていうやつ入れて中華麺にチャレンジしてるんです今うどんとほぼほぼ変わんないんですけど寒水と卵を入れる感じで,で今中華麺押し込み中なんですよで今日切って茹でて切りたて茹でたてで うーん暑いしな。冷やし中華にする余裕があればするし、もう無理やったら、えっ、ー、と、コンビニのサラダ買ってきて <laughs>、ちょっと、そっちになりそう。校舎になりそう。コンビニのサラダ買ってきて、上からわさって乗せて、ラーメンサラダにするかもですけども。えっ、ー、と、今日は中華麺をちょっと仕込んでいます。ちょっと楽しみなんですよ。はい。なので、ちょっとまた、そんな話も。 あ、ファミマにもあるよって、あ、カルピス、そうだね。あえっ、ー、と、パイナップラジ。はい。ええー、そんな感じで、また中華麺どうやったかって、ああ、失敗したわとか。麺、でも、麺ね、あのー、おそらく、ちゃんと水分量とか守ってたら、あの、 いやほんまに究極極めようと思ったら夏と冬場でとかあの職人さんとかはほら湿度とか温度で分かるとかもうちょうどいい水の加減とか塩加減とか変えてんねんっておっしゃいますけどある程度のとこは水と塩分と粉の量の比率を 間違えへんかったらある程度はできるんちゃうかなって思ってるんですよねある程度ははいえー、なので今日の中華麺もちょっとねあの楽しみなんですけどねはいまたレポートしたいと思いますそれでは今日も一日健やかに 安全運転でお過ごしください朝礼はまた明日、えー、朝6時10分にお会いいたしましょうお相手は T z ッ48代表桂田源太郎でしたバイバイラーメン楽しみやできてるかな今熟成中熟成中ですちょっとね卵入ってるからね心配やったからえっ、ー、となんか常温熟成がうんるんって書いててんけど ちょっと冷蔵庫に入れましたビニールにピタッと閉じて冷蔵庫で今眠っている、えー、中華麺の生地を今晩麺棒で伸ばして切ってみたいと思います。バイバイイ